ウィレム・ドロステは、オランダの画家。レンブラントの弟子であったが、若くして亡くなったために、ドロスト作とされているものは少ない。ウィレム・ドロステは、アムステルダム生まれと思われるが、詳細は不明である。画家のアルノルト・ホーブラー県によると、1650年頃には、レンブラントの弟子となって、緊密な関係を築き、歴史画や宗教的な主題の作品、肖像画等を作成した。 1654年にバテシバを描いたが、同年レンブラントが同じ主題で描いた後の作品と思われる。現在では両方ともルーブル美術館の所蔵となっている。ラビデオの手紙を持つバテシバ・ドロステは1655年までアムステルダムにおり、その後イタリアを訪れた。1650年代半ば、ドロステはローマに向かい、またベネツヤで、 ドイツ人の画家ヨハンカール・ロトと四福音鮮明者のシリーズを共同制作したと言われている。ドロステは1659年にベネツィアで亡くなった。ウィレム・ドロステの作品とされているものは非常に少なく対照的に死であるレンブラント作とされているものは油彩画だけで2000点以上あるがその多くはサインがない。近年レンブラント作とされている作品でも その弟子や関連する人物の作ではないかと考えられるものがある。ドロステはレンブラントの弟子の中でも最も才能のあった画家の一人である。ドロステの1654年の本を持つ若い女性の肖像は300年以上の間、レンブラント作だと考えられていた。また、1897年に発見されたポーランドの騎手はレンブラント作とされてきたが、 泥捨て作の可能性がある。ありがとうございます。